これは1975年の航空写真です。この頃、和歌山県の藤波駅から金谷口駅を結んでいた有田鉄道線が存在していました。有田鉄道線は1915年大正4年5月28日に海岸駅下津野駅間を結んで開業しました。そして1916年大正5年7月1日に金谷口駅まで延伸しています。有田鉄道線は沿線で採れた木材やみかんなどの農産品をその積み出し港であった湯浅港まで運搬する目的で開業した路線でした。1926年大正15年になると和歌山駅を起点として延伸していた紀勢西線が藤波駅まで延伸してきました。そして1927年昭和2年には紀伊湯浅駅まで延伸と有田鉄道線の海岸駅藤波駅間と並行する部分ができました。紀勢西線は紀伊半島の海岸沿いを延伸し続けて、最終的には三重県の明石海域まで延伸して紀勢本線の一部となります。一方、有田鉄道線の海岸駅藤波駅間は1944年昭和19年に不要不急線に指定され、レールが撤去されました。その後、この区間は1959年昭和34年4月3日に正式に廃止となっています。その後、藤波駅金谷口駅間は営業が続いていますが、時代が進み、みかんなどの輸送がトラック輸送へ置き換わり、1984年昭和59年2月1日には貨物営業が廃止されました。そして次第に並行するバス路線に置き換え、運行本数を減らし、2003年平成15年1月1日に全線が廃止されました。今回はこの有田鉄道線藤波駅金谷口駅間を飛んでみたいと思います。藤波駅です。現在も紀勢本線紀伊国線の駅として存在しています。この辺りに田戸野口駅がありました。この辺りに下津野駅がありました。この辺りに五稜駅がありました。この辺りに金谷口駅がありました。キハ07を走らせてみます。
07からキハ58に変えます。有田鉄道線廃線跡でした。